皆さんこんにちは。オーストラリアグリフィス大学研修の紹介をします。研修先はオーストラリア北東部にあるクイーンズランド州ブリスベンとゴールドコーストです。この場所は国内で3番目の観光都市で、コアラやカンガルーと触れ合える動物園もあり、日本との時差はたったの1時間と、初めて海外に行く人にとっては非常に行きやすい場所です。研修先のグリフィス大学はブリスベンとゴールドコーストに5つキャンパスを持つ国内有数の大学で、ブリスベン市内のネイサンキャンパスで語学研修を行いますが、ゴールドコーストキャンパスの看護学部と病院の施設見学も行います。その他の研修概要です。期間は8月下旬から9月中旬までの約2週間。研修の目的はホームステイなどを通じての異文化体験、語学研修、そして医療福祉研修の3つです。費用は45万円程度かかります。この研修はこんな人が向いているかもしれません。語学を学びたい、海外の医療福祉施設の見学もしてみたい、でも海外に行くのは少し不安という人、安心してください。現地には日本人コーディネーターの方々がおられて、皆さんのサポートを全面的にしてくださいます。さあ、ここからは昨年の研修に参加した方の体験談を聞いてください。はい、それでは小崎先生からバトンタッチしまして、昨年のオーストラリア研修の様子を紹介します。まずはですね、医療福祉研修の内容についてお話ししようと思います。オーストラリアの医療福祉制度に関する講義では、メディケアと呼ばれる医療制度や国内の禁煙対策などについて学ぶことができ、日本との制度や政策の違いを学ぶことができました。またオーストラリア現地の病院で働く日本人の看護師さんから貴重なお話をたくさん聞くことができました。日本の病院とは違う仕事内容や看護師免許制度など様々な体験談を交えて話してくださり、それぞれの国の良さについて改めて考えさせられました。その他にもゴールドコーストプライベートホスピタルの見学では、救命救急センターや病室内の設備、また産婦人科など普段ではなかなか見ることができない場所まで見学させていただきました。ブルーケアレスパイトセンターという施設にも訪問し、利用者さんと折り紙や紙風船をしたり、一緒に音楽を歌ったりして交流しました。施設内には至る所に利用者さんが楽しく過ごせる工夫が見られて、施設の方々のユーモアのセンスを感じました。はい、それでは次にホームステイについてお話ししようと思います。オーストラリアは多民族国家なので、ホストファミリーの国籍も様々なんですよね。なので各家庭によって暮らし方や食文化が異なっていて、本当に文化の多様性を肌身で感じることができました。自由に過ごせるフリーデイでは、ホストファミリーがいろんな場所へ連れて行ってくれるかもしれませんよ。次に大学生活でお世話になるグリフィス大学についてお話しします。学内には様々な国籍の留学生が多くいて、英語を学びたい留学生に対するサポートもしっかりしています。特にこの研修で授業を担当してくださったのは、留学生を指導するエキスパートの先生方でした。英語オンリーの授業の中でも分かりやすい英語で噛み砕いて教えてくださったので、特別理解に困ることはなかったです。オーストラリアの文化について学ぶのはもちろんのこと、時には楽しくゲームをしながら学ぶこともありました。また通常のお昼休みとは別に、モーニングティータイムという休み時間もありました。日本語学科の学生と交流する機会もありました。だるまさんが転んだなどの日本の遊びを現地の学生と一緒に楽しんだり、こちらが日本文化を紹介する代わりに、現地の学生からはオーストラリアの文化や地元についての文化も教えてもらいました。最後に観光についてお話しします。オーストラリアといえばやっぱりコアラです。ローンパインコアラパークではコアラを抱っこして写真を撮ったり、カンガルーやエミューと間近に触れ合うことができます。その他にもブリスベン市内を散策したり、リバークルーズを楽しんだり、ゴールドコースト観光を楽しむこともできます。はい、それではまとめに入ります。ズバリオーストラリアは自然が豊かで治安も良い魅力的な研修先だと思います。
医療福祉と語学の研修を両立できるのもこの研修の大きな魅力だと思います。ぜひですね、オーストラリア研修を機に普段とは違う大学生活を体験し、新しい自分を発見してみませんか。またですね、こちらに QR コードを貼っておきます。僕らの前の世代の人たちの研修の様子だったり、また詳しい研修のスケジュールなどが確認できますので、気になる方はぜひ読み込んでみてはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。